どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。嫁です。今回はですね、はい、嫁とラッシュデールやってみた。お願いします。久しぶりですね。そうですね、登場するのかなりいつぶりですか、登場するのは。いつだろうね、もう1年以上前かな。1年前ぐらいだっけ。もうどうだろう、そんななる、わかんないけど。いや、なんかね、あれなんですよ、うちのチャンネル結構ね、あの嫁ちゃんの人気割と高くて、あのとりあえずお前うるせえから、お前出さないで嫁出せっていう意見すげえ多いんですよ。それは優しい、優しい人だし。今日はこの間あのスターターデッキがさ、うんうん、あのラッシュデュエルの、うんうん、あれ開封して対戦したんだけど、やってるの見ました。で、今回はその、うん、スターターデッキを強化する超速のラッシュロロっていう強化パックが来たんだわ、うん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 、それを入れた強化デッキ対戦ですね、はい、おー強くなったんですね。まあ、デッキ的にはドラギア、まあ、ドラゴン族デッキと魔法使い族デッキの対決っていう感じになります。はい、負けた方も今回罰ゲームがございます。はい、恐ろしい、非常に恐ろしい罰ゲームがございます。何ですか。負けた方は、はい、今日の夕ご飯をおごるっていう。あれどうでしょう。非常に恐ろしい、非常に恐ろしい罰ゲーム。ゆるい、またゆるいな。ゲームがゆるい。ちょ、何言ってるか分かりません。それでは行きましょう。デュエルスタンバイ。最初はグー、じゃんけんぽい。先行で。先行 OK。いいだろう。ドロー。OK。ラッシュデュエル。どういうタイミングで言うの。あ、いや、あの暇な時に。暇な時に言う。暇な時に言ってっていいよ。ラッシュデュエル。言っていいの。うん、暇な時にね。セット。ほう。セット。ほう。2枚リリースして、ほうほういけ、ブルーアイズ。いや、初手強っ。そんなすぐ来ちゃう。めっちゃ光ってます。強い強い、これ3万ぐらいすんだって、これめっちゃ高いんだって今これ。すごい光を放ってる。いやー、これきついな。初手からブルーアイズ。セットセットでターンエンドだ。魔法使いデッキってなんだよ。全然魔法使いじゃないやんけ。おかしいやんけ。ドラゴン、ドラゴニックプレッシャー発動。わっ、墓地にカードを、この3枚を墓地に送るぜ。分かった。ドラゴン族を墓地に送って、貴様のフィールドのカードを全て破壊するぜ。裏側表示もドラゴニックプレッシャー。何これ。プレッシャー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 。レベル4以下のドラゴン族を特殊化できます。最悪だ。そして1体リリースして現れよ、樋口の万竜さん。英語名をファイヤーガーディアンと言います。バトルフェイズダイレクト2100アタック。やばい、結構強いね。結構強い。終了。わー、戻ってくれないじゃん、もうブルーアイズ。プレッシャー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 。5枚引いて、前線で中盤で、やばいな、最終ラインで、おお最強だ。勝ったわ、勝った、もう完全に勝った。これはセット、はい、リリース。あ、全然勝ってなさそう。リリースしてアンサーで会ってくれ。取る。あー、違ったー、突破されるー。で、効果使って許容します。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 許容し、許容って言葉知ってる。許容、言葉知ってる。あ、知ってる。許容しますって、あんまなんか使うかなと思って。これもリリースして、そんなバカじゃない。これも守備表示にしてください。そんなことあるんですか。強強。ウォルフラム、ウォルフラ、はい、図で召喚してセットしてはバトル、はい、400しかありません。ウォルフラムで攻撃。弱い者いじめだよなこれ。はい、まあこれやられます。トルネで攻撃。トルネは1600の大ダメージ受けていく。いいだろう。よし、相手にとって不足はないだろう。そして俺は手札が0枚なので、手札が5枚になるようにドロー。ラッシュデュエル。ここでも言うんだ。もちろんもちろん言うよ。大体言うのやめてほしい。フェニックスドラゴンを召喚。カリーの熱戦の効果を発動。フィールドの魔法トラップカードを破壊。はい、じゃあ最後の最後の終わった。フェニックスドラゴンの効果発動。はい、手札を1枚墓地に送って、モンスターを回収。わー、それ強いよね。ファイヤーガーディアン。一体リリースして、ファイヤーガーディアンを特殊召喚。あー、アドバンス召喚。はい、ドラゴライト召喚。やばい。レッサードラゴン召喚。あー、やばい。なんか強化パック感がない。一切、今のところ。今のところ一切強化パック感がない。でもこっちにとっては結構脅威だよ。マジ。俺らもバトルフェイズ入ります。はい、樋口のバンディさんで攻撃。あー、500ポイントの大ダメージを受けてもらおう。そして、そして
100やな。1500で攻撃、はい、400の大ダメージ、そして1200で大ダメージ。じわじわくるな。ターンを終了するぜ。やばい。じゃあ私は5枚、2、3、4、5枚。さあ手札が5枚になるようにドロー。ドローしました。せーの、ダッシュデュエル。ほら言われるとちょっと嫌でしょ。嫌じゃないよ。嫌じゃない。嫌じゃないよ別に。悪くないだろう。フォレの名前はの方だから。フォレの映ってないかもしれないけど名前うまいね。映した方がいい。さあ視聴者には全く伝わんない動きをしていく。誰も今見てないから。今俺が今めっちゃ頭振ってるの誰も見てないから。手はちょっと見えてる。確かに。でもまあまあ強いぞ盤面的には。結構そうなんで、結構3体いるんだよね。ダークソーサラー。ダークソーサラーいいよ、許容します。ミスティックディーラー。あ、ミスティックディーラー、はい、許容します。で2体リリースのブルーアイズはいないですよね、さすがに。ドライアス。やばいこと起きた。なんで入ってんだよ。まあ俺が作ったんだけど、このデッキおかしいもん。魔法使いデッキとはドラゴン族おかしいもん、はい、こいつやばいってやってること。1枚セット は, は、はい、ドラギアスの効果を使います。はい、いいです。1枚はい許容します。いや強い、ドラギアスで攻撃。セブンスロードどこ行ったんだよ。400ダメージ受けよう。痛い。ドラギアスで攻撃、1300の大ダメージ受けよう。いや強い。よしよしよし、やばいやばいやばい。1枚です。 OK、俺は手札が0枚なので手札が5枚になるようにドロー。ラッシュデュエル。なんだよ。とりあえず挨拶代わりのドラゴニックプレッシャー、挨拶していく。ドラゴン族デッキの挨拶。俺は手札の3枚のドラゴン族を墓地に送ってフィールドのモンスターを全て破壊するぜ。マジか。そしてその後なんかいい感じのドラゴンを特殊召喚できる。いい感じ。そしていい感じのドラゴンの効果発動。いい感じに1枚手札を墓地に送っていい感じのモンスターを手札に回収。そしていい感じに1体リリースしていい感じに召喚バトルフェイス。わー、樋口の盤流でダイレクトアタック。なんもないですか。はい、なんもない。 OK、 2100の大ダメージだ。いいだろう。だー、よし、ターンを終了するぜ。ドロー。勝ったな。ああ、今のエヴァンゲリオンのシーンですね。あの玄道さんと冬月と玄道のシーン、勝ったな。あの冬月さんが言って玄道がああシーンなんですけど、知ってますか。ご存知ない。うるさいな。セットしてセットセットでターンエンドだ。おい、あれ、消極的な入り、非常に消極的。そんな消極的では勝てませんよ。カードを5枚ドロー。ラッシュです。うるさいな毎回。さあ我のターン、はい、まずはハンマークラッシュの効果を発動。やばい、手札を1枚墓地に、ツインエッジドラゴンの墓地に送って、やばい、こいつを破壊しよう。やばい、よーし、そのカードは踏むわけにはいかないからな。そうですね、ガードを1枚セットし1体のモンスターをリリースし、樋口の盤流さん2体目。おお、同じやった。カードを1枚セット、はい、マトルフェイスに移行する。さあこの攻撃が通れば、あなたのライフポイントはゼロになりますよ。大丈夫ですか。いいですね。これ負けたら、地獄のような罰ゲームが待ってますからね。地獄のような罰ゲームが待ってますからね。地獄ではないけど。あ、そうなんですか。バトルフェイスあります。樋口の万竜さんで、攻撃。あんのかい。もう一枚あったんだ。あんのかい。どんだけ引き強い。で、コスト申してください、早く。魔法使いの4体を、墓地から。こっちからノーコスト打てるカードじゃないですからね、それ。あと残り1000で粘ってんじゃねえよてめえ。なんか土俵際でめっちゃ粘る、なんか往年のなんか貴乃花みたいな往年の貴乃花みたいな土俵際の粘り見せてんじゃねえよマジで。わかんない、土俵際で強かったら知らん俺も。ターン終了です。あなたのターンです。よし、我のターンは終了。3枚ドロー。どんだけ強い。まだわかんないぞ。ダークレベレーション2枚耐性とか、まあ、チーターだろう。チーターなんですけど、助けてみんな。ダークソーサラーを継ぎましょうか。許容します。ダークソーサラーをリリースして、はあ、トルネン。あー強い。また弱い者いじめ始まった。弱い者いじめ始まった。これ手札を1枚リリースして
その人。あーよし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 、やばいよ助けて。よしよしよし、2枚リリースして、あーつい つい、やばい。カード1枚セット、効果使って、効果使う、はい、7。あーこれか、セブンスロードマジシャン。今打点いくつですか。ちょっと召喚工場ちゃんと言ってもらっていいですか。セブンスロードマジシャン、ちゃんとセブンスロードマジシャンの召喚工場ちゃんと言ってください。行く手を阻む壁も山も惑星もロードを切り開いて突き進む、行くぞセブンスロードマジシャン。はい、ありがとうございます。1500アップ、1500アップで3600ですか。よし、やばすぎる。3600で攻撃だー。やめてー、2600の大ダメージを受けよう。よっしゃ、俺のターン。手札が0枚なので俺は手札が5枚になるように取ろう。はい、ラッシュで見てほしいんだよね。ちょっと、ね、ダークリブレーション今何枚使った。ちなみにダークリブレーションが2枚っすかハンマークラッシュと手札からお1枚墓地に送って、これこれ、あーカーテン、オッケー、カーテンかセット、はい、セット、2体のモンスターをリリースし、あーやばい、俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる、ブルーアイツホワイトドラゴン。そういう召喚工場なの。あ、まあ一応ね、海馬社長のカードなんで、これもともとはなんかラッシュデュエルっていうなんか謎のゲームに入ってるけど、もともとは海馬のカードなんで。そっか、そうです。いきます、はい、ボロミのバーストストリーム。やばい、やられます。よし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 、オッケー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 、ターン終了。いや、なかなか返せんだろこれ、ブルーアイツそんな簡単に返せんだろ。ブルーアイツ立っちゃったらもうダメでしょ。言っとくけど、負けたら晩飯おごりなんで、このゲーム闇のゲームなんで。そうだったそうだった、ちょっと忘れてた。うん、セットセット、はあ、2枚をリリースして、ちょっとセブンスだけやめて、セブンスだけ、ふざけんなよ、どんだけ強いんだよ、どんだけ強いんだよこいつ、やべえだろ、おかしいよ、やってることおかしいよ、でどうなってんだよ、ダーツ操作だ、あーやばい、やばいやばい、風船、あーこれをセットしてあったんですよ。手札を1枚ダーッセブソロドマジシャンの攻撃力をターン終了時まで1000アップします。うわーやばいこと起きた、やばい、ガチでやばいこと起きた。セブンソロドマジシャンの効果を使って、さあやばい、ちょいくつ今、さっきと同じだからさ、5だね、1500アップ、はい、4500、4600、アルティメットドラゴン超えてるやん、おかしいもんこいつ、なんだよどうなってんの。セブソロドマジシャンで攻撃、はっ、46、いくつつった、46、ほんとそんなあんの、やばっ、なんでだよ、どうしてだ、ダークソーサーで攻撃、どういう、どんだけ強い、やったー、どんだけ強いこいつ、やばすぎんだろう。ということで夕飯のおごり地獄だ、終わった、人生が終わったわ、それは人生が終わった。そこは別にでしょ。このデッキケース何これ、これね、うん、なんかトイガーっていうとこから出てるデッキスリマー、うん、そうなん、まんまじゃない、なんかスリムでしょ、うん、デッキケース、なんかこれだってさ、もうそもそもさ、ここの幅がさ、うん、要はカードの幅を、そう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 、下回ってるわけ、横に入れてんのかな、そう、これどうやって入ってるかっていうと、すごい斜めに入ってる、そうそう、こうやって斜めに入ってて、あ、で、こうなんのよ、変形するんだね、そう、変形すんの、すだから、こうやってやって、こう取り出せるわけ、あ、なんか簡単、そう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 、で結構すごいのは、うん、こんなにいっぱい入れてパンパンになっちゃって取り出せないっていうのあるあるだと思うんだよね、確かに気配になくてね、そうけどこれだったらちょっとこう斜めに少し斜めにしてでこうやってやってあげるとこの大きさに収まるからさ、すごいね、まあ、開くんだね、そうでそう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 、すごい、そう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 、で、あ、スカスカになるね、そう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 、で出せる、取り出しやすいんだわ、めちゃくちゃ、めっちゃ取り出しやすい、女性用とかだといいかもね、なんかバック的にちっちゃいから、あんま大きいバッグとか持たないしね、うん、なんか家の収納とかでもさっとね、うん、入るかもしれない、そうだね、うん、まあ俺のチャンネル、うん、
女性 2% ぐらいしかいないんだけど98% 男性だから。あとここにさ、なんかこうこういうケースみたいなのついてるから、なんかサイコロとか、そうそう、すごい便利だね。一緒に今までカードと入れてたから、そう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 、なんかデッキ 7.8 センチとかまで入るらしいわ。そう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 、すごい、結構入るんだね。なんかすごい高級感あるね、この素材。そう、めっちゃいいでしょ。めっちゃ高そうでも、そう、まあ、これね、意外とそうでもなくて3480円らしい。そうなんだ、結構お手頃なんだ。そう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 、で、なんかこの今回のこのデッキスリマ、うん、デッキケースなんだけど、うん、なんかね、LINE 友達追加&応募、うん、で、なんか100名様にプレゼントしてくれるらしい。すごい、そういうキャンペーンも、ね、やってんだって。受注生産らしいんだこれ。受注生産らしいんだけど、5月に予約期間があって、で、LINE とか Twitter 登録しとくといいことがあるらしいよ、うん、へー。5月のね、予約分のね、売り上げ、うん、なんか一部カードショップに還元してくれるんだって。あ、すごいね、素晴らしいね。そう、だからまあ、ぜひね、皆さんも気になった方はこのトリガー製のデッキスリマー、ぜひチェックしてみていただければと思います。ということで、詳細は概要欄に貼っとくんで、よかったらチェックをお願いします。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。